死なず。俺は総督の信頼を受けた部下のザノスだ。誰か腕に自慢のある奴はいないか？この男は元プロレスの世界チャンピオンだ。この男に勝ったら1週間分の食料をやるよ。誰か挑戦しないか？おじけづいたか？挑戦する奴はいねえのか？俺がやろう。貴様か。いいだろ。だが、大怪我をして吠い面かくなよ。行くぞ。どうだ。お前、名前は何て言うんだ？俺の名はミッシュ。拳法は自己流。あとは何も覚えていない。俺は記憶を失った男だ。あ、ミッシュ？ああ、ミッシュ君、どうだ？中央帝都のバレビ様のところで働かないか？俺が口を聞いてやるぜ。バレビ様の元なら一生食い物には困らない。いい女だっているぜ。いらぬお世話だ。俺は一週間分の食料さえあればいい。剣！バット。会いたかったぜ、剣。俺も怪我が治ったから、リンを探しに来たんだ。リンは見つかったのか？そうか。やはり、妙な噂を聞いた。女だけを閉じ込めた牢獄があるという。バット、その牢獄はどこに？中央帝都ってとこらしい。行こう、バット。中央帝都に。おう、ケンシロウ、よく来たな。トキ、生きていたのか。私はすでに剣を置いた。私は今、この小さな村で子供たちや病に苦しむ人たちと共に暮らしている。トキ、この世は再び乱世に。なんとは、ゲントが、そして北斗無名剣が動き出した。何、暗黒の北斗が？北斗無名剣はお前にとってかつてない大敵。ケンシロウ、七つの剣を会得せよ。それなくば北斗無名剣を倒すことはできぬ。
兵隊になりたいやつ集まったか。お、強そうだお兄さんだな。ま、お前ならいいだろ、乗りな。俺も行くぜ。お、ミッシュの旦那、人が悪いな。バレビ様の子分になりたいならそう言えばいいのに。え、さ、乗った乗った。お前は乗らなくていい。いてってて、何しやがる。誰も兵隊になるなんて言ってないぜ。船を借りるだけだ。もう怒ったぞ。貴様ら、俺を甘く見るな。俺には記憶がない。俺の記憶を解く鍵が、あの人工島にあるような気がする。気がついた時は、俺は一人ぼっちだった。憲法もすべて自己流だ。たった一つ覚えていることは、母のぬくもり。母の名は、ミュウ。ミュウ。ミュウとは、玄徳王権伝承者ファルコの言い名付け。玄徳王権先代伝承者、金色の狼ファルコ。天帝を守るため自らに厳しい掟を課し、壮絶に生きた男。ミュウはファルコの死後、その子を身ごもったと聞く。あれが中央帝都か。なぜか心が騒ぐ。やはりファルコの息子か。ならば今、元と正統伝承者を名乗るバレビとは一体。ここからは二手に分かれよう。縁があったらまた会おう。わかった。ケンシロウ様、ミュウです。覚えておいでですか。総督バレビは邪行の血筋を引く男。ゲント貢献の正当な伝承者ではありません。先代伝承者ファルコが壮絶な最後を遂げてからしばらくして、私はファルコの子供を産みました。その子の名はミッシュ。とても勇敢な男の子でした。でも狡猾なバレビは陰謀を図り、ミッシュの記憶を奪い、遠くの地にへと追いやってしまったのです。さらにバレビはミッシュが記憶を取り戻した時を恐れて、私を人質として長い間この牢に閉じ込めたのです。ケンシロウ様、我が子ミッシュに力を貸してやってください。我が言い名付けファルコのために、ゲントの名誉のために。バレビはこの奥の階段を上ったところの部屋にいます。よ、よく来たなミッシュ。私が総督のバレビだ。覚えているか？お前の父ファルコより元徳王権伝承書を受け継いだ。どうやらまだ記憶を取り戻していないようだな。ミッシュ、
これがわかるか。これはお前の父ファルコが私にくれたものだ。伝承者として指名した証にな。これが父の、我が父ファルコの。嘘だ、騙されるな、ミッシュ。ファルコがお前みたいなやつを伝承者にするはずがない。やめろ、バット。しかしついでに教えてやろう。お前の父ファルコを殺したのはそこにいるケンシロウだ。な、何？ケンシロウ、貴様が俺の父を。ミシュ、違う、違うって。戦え、ケンシロウ。いいだろう、受けよう、お前の剣を。剣、なぜ。ミシュ、お前の記憶を元に戻す手立ては一つ。俺の剣でお前の戦いの本能を目覚めさせることだ。ほざくな、覚悟しろ。どうした、なぜ攻めぬ。早く早くケンシロウやっちまえ。ミッシュ。母上ですね。ミッシュ、記憶を取り戻したんですね。はい、ミッシュ。戦うことによってお前の父ファルコの血が目覚め、お前の記憶が蘇ったのだ。俺の母はミュウ、父はファルコ。俺こそ、ゲント高原正統伝承者の血筋。そうです。あなたは誇り高き金色のファルコの子。戦うべきは、あの王座に座っている偽の伝承者バレビです。バレビ、お前だけは許さぬ。我がゲント高原の名誉のためにも、父の無念のためにも。ああ、近づくな、こら、近づくな。俺はいつでお前に伝承者の座を譲ろうと思ってたんだ。ああ、だから助けてくれ。何？ミッシュ！バカめ、誰がお前などに伝承者を譲るか。まだお前は、ゲント高原正統伝承者の重みを分かってないようだな。この程度の傷で俺の肉体は滅びぬ。あ、あっち。死ね。やった。父よ、我が父、金色のファルコよ。ゲント高原、このミッシュが伝承しました。見事だ、ミッシュ。ケンシロ様、リンという女の子は一度確かにこの帝都に運ばれてきました。でもシュラの島に移されたと聞いています。そうか。おのれ。
必ず俺が探し出す。お前はもう死んでいる。